はい、皆さんこんにちは。コインオタクの伊藤でございます。本日緊急で動画を回しております、その理由はズバリこちらですね、ビットコイン過去最高値突破おめでとうございますというところで、今収録しているときはですね、7万4000ドルを超えているところなんですけども、天井ですね、まあ、高値更新で7万5000ドルまで、タッチをしております、なぜここまでですね、急激にビットコインの価格が上がったかというと、当然そのきっかけはこちらのですね、米国大統領選挙の結果です。まあ、結果というか今まだ途中なんですけど、開票の途中なんですけども、トランプさん優位でですね、進んでいると思います。で、これからですね、最終的に確定するのはまだまだ時間はありますけども、やっぱりですね、この近づけば近づくほど、もうトランプさんだとなればなるほど、ビットコインの価格がですね連動して上昇していっているような、そのような形になっております。まあ、おそらくですね、すごく調子が良ければ8万ドルとかね、見えてくるんじゃないかなというふうに考えております。そしてここでですね、多くの方やっぱビットコインすごいとかね、じゃあトランプさんが大統領だっていうところに注目しておりますけども、まあ、大事なのは来年の戦略だったりとか、アルトコインブームいつ来るのだったりするわけですよね。で、こういったものを、まあ、情報を取るときにですね、常にこうリアルタイムでですね情報を取っていかないと、昨日と今日でも情報が違うわけですね。なので、どんどん世界が変わっていく中で、リアルタイムの情報を皆さんにお届けしたいなというふうに思っております。そして、毎週やっているですね、ライブがありますので、ぜひそちらを見てみてください。毎週水曜日20時からですね、この YouTube チャンネルで、コインオタクの伊藤のですね YouTube チャンネルで、生配信というものを毎週やっております。どなたでもですね、参加できる形になっておりますので、ぜひ参加の方よろしくお願いします。質問を投稿したいな、伊藤さんにこれ聞きたいなとか、どのアルトコインの銘柄がいいですか、いくらになりますかって、こう、ね、具体的な話を回答しておりますので、伊藤に質問がしたいなという方は、動画の概要欄にですね、新しくした LINE の、登録 URL を入れておりますので、この LINE に登録していただいてですね、質問をもう、文字数制限ありません、質問の回数制限ありませんので、どんどん質問投稿してください。それを毎週ですね、全部回答するということをやっておりますので、ぜひみんなでですね、改めて2025年送り人を目指していきましょうというところで、本日はですね、速報という形でビットコイン高値更新のお話をお届けさせていただきました。また次回の動画でお会いしましょう。お相手はコインオタクの伊藤でした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。